お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。ひな祭りのコスプレの帽子が意外と大きくて、バランスが悪い、どうもふーさんです。この間も年が明けたと思ったらもう3月になっちゃいましたね。ちなみにですね、これって風さん雑学になるんですけども、楽しいひな祭りで、お代理様とおひな様っていう歌詞があるじゃないですか。あのお代理様、お代理というのはそういうなんか神殿で儀式が行われていたこのスペースのことを言うらしいんですね。で、お代理様っていうのは本来はその男びなと女びな両方を合わせてお代理様というらしいんですね。で、さらにその後おひな様、これも男びなと女びなの2人で1体を表すんですね。なのでお代理様とおひな様っていう歌詞だと実は4人いることになってしまうんですね。正確には信じるか信じないかはあなた次第です。まあそれ置いといて、最近はやっぱり、新型コロナウイルスがね、騒がれてますね。まあ、なんかトイレットペーパーとかも買い占められちゃったりとかして、犬の秘密基地的には、なんとかギリギリトイレットペーパー間に合ってるんで、あと、マスクもちょうどお客さんがいただいたので、なんとかある状態なので、皆さんもね、あまり買い占めとかね、行わないでもらいたいなと思っていますね。でもしかしたらなんか、今度、紙関係で、ベッドシーツとか、ね、品薄とかなってたら、これはもうちょっとたまったもんじゃないんで、もうね、早くコロナウイルスね、収束してもらいたいなと思ってますね。でも本当に最近ここ、1週間、ぐらいなんですけど、やっぱりそのいつも保育園で利用してもらってるワンちゃんたちが、やっぱ飼い主さんが、お家でお仕事できるようになったり、あとちょっと出勤時間がずれたりしてやっぱ来れなくなるっていう、ことが起きているので、あとお泊まりのキャンセルとかも結構あるので、結構想像以上に新型コロナの影響ある感じですね。まさか、ね、こんな影響するとは、そんな2週間ぐらいまでは本当に思ってない状況でしたね。というわけで、近況報告みたいな感じになっちゃいましたけども、まあ、これからもね、犬の秘密基地よろしくお願いします。はい。では、今回この辺で、バイバーイ。犬の秘密基地は、飼い主様のご希望があれば、ワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと、私、ふーさんの動画ブログも時々配信していますので、見てください。よろしければ、チャンネル登録もお願いします。